今日は望月プロとガチンコ対決をします。頑張ります。皆さんこんにちは、プロボラーの小林よしみです。今日はガチンコ対決ということで、最初ちょっと出ちゃってましたけど、はい、ランドン専属の望月リエプロが初登場です。よろしくお願いします。はい、ということで今日は望月プロと1対1でガチンコ対決ということで、よろしくお願いします。お手柔らかにです。私負けちゃ、めっちゃ負けてるんです、いろんな人と対戦して。あ、そうなんですね。はい、いやでも吉見さんとは試合で1回やったことがあって。そうですね負けてます。よりによってラウンド1の最後の、ね、はい、ラウンドアンカップで、はいはい、2人で当たりましたが、はい、今日は1ゲームだけの対決なので、はいはい、で今日マスクをしながら投げます、はい、いろいろ今世間騒がれてますけど、コロナウイルスの対策でマスクをさせて投げていただくので、はい、ちょっと表情が見えないんですけど、ね、ご了承ください。はい、それでは早速始めたいと思います。スタート。では行きたいと思います。よしよし。ちょっとさっきからずっとお題苦しい。いやいやいや、そんなことない。今日ちなみに C パターンですね。はい、42フィートの C パターンです。いや、これ簡単に語ってくれない。並びました。よし。じゃあ望月プロも同じ栃木県出身です。あ、そうなんです、はい、前回欅プロもそうですけど。あ、そうですそうです。意外にプロボーラー栃木出身がめっちゃ多いです。はい、よしみちゃん全然訛りないよね。いや、そんなことないですよ。本当ですか。でも栃木出る前まで周りも訛ってること気づかなかったんですけど、なんか久しぶりに帰ると訛ってるので、あ、自分も訛ってたんだなってすごい。本当ですか。もう、はい、都会に染まったなと思って。そんなことないですか。よし、では2フレいきます。こっちの方が曲がらない。やばい。あー、マジ。お、ちょっとちょっと、セーフセーフ。なんか左の方が、ダボスタート、ダボスタート。左曲がらない。逆です、逆。ほら、頑張りました。これ考えてみたら、多分ストライク続いた対戦今まであんまりないですよ、お互いに。どうですか。お互いに続く対戦。よしよしよし。気も上がる。あー、落ちた。行かない。よし、こっからストライク。ああ、あっ、やばー、ちょっと強い。強いです。よし、よし、天品。さすがです。さすがです。めちゃめちゃ。Thank you.
負けはやだよ頑張る。いやでも吉見さんはスペアを見せらないで有名ですからね。ストライク出ないから取るしかないんですこれよし、あやばい、ナイスパワーです。ちょっとボールがドスドス言ってるんです。あ、テープ。あら、残っちゃいましたね。残っちゃいましたね。だいぶ差が。差がありますよね。大丈夫かな。マーク。よし。ジェスカさん。ちょっとツーマークの差大きいもん。出た、はい、なんか過去最高点数出そうな感じですね。なんかちょっとヘナチョコしか出ないですね。やばいな。そんなことございませんよ。6。やばい。でもこのカウントが6だからですよね、私。よし。
よし、ノルウェーだ。ノルウェー、ノルウェー。よし。わー、さすがやばー、手振れ勝負。めっちゃ手振れ勝負？一番嫌なパターンですよ、手振れ勝負。よし。外出た。わあ。よしよし。すごい。でもこれパンチしてもリエさんがパンチしたら勝てない。外見せに内見せにすごいことになってる。投げるよ。お願いします。わあ。何？はい。というわけで、私が250。なんだか判定が3ピン入ってるんです。惜しいな。今気がつきました。そういや、ハンデ抜いて256回。ハンデ抜いてもね、はい、はい、見事です。ありがとうございます。モズキプロが238点ということで勝ちました。ちょっとハンデ知らないじゃなくてですけど、教えてください。3ピンあります。3ピン。もうまさかのでした。はい、というわけで私たち、全国のラウンド1を回ってチャレンジマッチを開催させていただいてるんですけれども、今コロナの影響で3月の前半のチャレンジマッチが全て中止になってしまいまして、一応今のところ撮影している今日の時点では3月の後半からチャレンジマッチまた回る予定でございますので、ぜひ皆さん全国のラウンド1でお会いしましょう。はい、おじきプロ最後に一言お願いします。はい、私も念願のパパ TV に出れたのがめっちゃ嬉しかったです。本当に、ね、はい、念願ですか。、ね、この YouTube 通じてですね、今自宅待機されている方も結構いらっしゃると思うんですけど、少しでも、ね、楽しみが増えたらなと思いますので、ぜひコバ TV これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、またお願いします。はい、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、今日もご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。